水田市立千里竹美小学校は、大阪府水田市にある公立小学校。千里ニュータウンの開発に伴い、1967年に、水田市立地区県大小学校として開校した。地域の人口と児童数の増加によりマンモス校となったため、1978年には、水田市立南地区県大小学校を分離した。大小学校と南大小学校は、 同一敷地内に校舎を設置していた。運動場にタイルを埋め込んで二つに区切り、普段はそれぞれの小学校が運動場を半分ずつ使用していた。運動会の際には、両校で日程調整を行い、開催時期をずらして運動場を全面使用していた。校舎の新設、建て替えや災害などの際に仮校舎として一時的に他校を曲がりする形態は、時々見られるが、 本校舎としてに小学校が敷地を共有していたのは日本全国を見ても珍しい立地条件だった。その後、少子化や地里ニュータウンの高齢化に伴って児童数が減少したため2003年に竹県大小学校と南竹県大小学校の2校が統合し地里竹見小学校として発足した。水田市教育委員会は2010年竹見大中学校と 千里とた小学校、桃山大小学校の3校を、連携型小中一貫校へ改変する構想を明らかにした。2011年に、水田市立、武美大中学校、水田市立桃山大小学校、水田市立千里と美小学校の3校の既存の、施設をそのまま使用する施設分離型の小中一貫、教育校、千里未来無学園を発足。 三校は、校舎統合などは行わずに、従来の校地で教育活動を実施する。一方、小学校6年の児童が、週1回中学校に通学して、授業などを受けている。なお、水田市での小中一貫校の設置は初めてとなる。またこれに伴い、従来、南千里中学校校区だった水田市立、桃山台小学校は、千里未来無学園を構成する一校として、 改変されることになり、桃山大小学校卒業生の新学先中学校は2011年度より、吹田市立南千里中学校から吹田市立竹見台中学校へと変更になった。ありがとうございます。